スペインシとは17世紀以降のスペインの民族衣装に用いられる別光性で華美な装飾を施した装飾用の櫛のこと。また、それを模したもの。近年は費用と動物保護の観点から別光性のものではなくイミテーションが主流となっている。レコンキスタ終了後にもイベリア半島にはイスラーム文化の影響は色濃く残り十七世紀頃、 首都マドリッドを中心としたスペインの貴族女性はマンティアと呼ばれる刺繍をふんだんに施したレース製の白もしくは黒いベールをよく用いていた。スペイン士は頭にマンティアをこるときにそれを支える役割を持ったもので名称こそ櫛とはあるが完全に実用には向かず装飾用に特化している。ベールが顔をぴったりと覆わないようにそれを掲げる役目を持った櫛は 巨大で、櫛の胸に当たる部分は円形や半月状になっており、唐草模様のような複雑な模様がすき彫りにされている。材質は別光の板という豪奢なもので、シニオンに刺す櫛の葉は重い飾り部分を支えるために、長細くなっている。近年は動きが邪魔になるマンティージャは、シニオンに刺した小ぶりな櫛に軽く引っ掛けて、後ろに流すように身につける場合がほとんどで、 スペイング氏は小型化の一図をたどっている。また、祭りの晴れにフラメンコの舞台衣装などの装飾品としての用途の他にファッションアイテムとしても高く評価されている。特に隣国フランスでは近世以降定期的にスペイング氏の流行が繰り返され、フランス産のスペイング氏がヨーロッパのみならず世界各地に流行を広げた。 明治時代の日本でもスペイング氏が和服に合わせる髪飾りとして人気を得ていたらしい記録が残るが、江戸時代以降日本では別校性の髪飾りを特に品位が高いものとして愛好しており、また和服を着用する際は髪を言う習慣があったため、神話性は高かった。ありがとうございます。